つぶらやプロダクションの塚越です。つぶらやプロ史上最大の祭典と銘打ち、2019年に最初のつぶらやコンベンションが開催されました。多くのファンの皆さんにこれまでにない大型イベントとしてお楽しみいただきました。2年に一度の開催とお伝えし、あれから2年、本来であれば、今年第2回を開催する予定でしたが、コロナ禍の中開催を断念いたしました。今回のこのスペシャルプログラムは、つぶらやコンベンション2019のオープニングセレモニーにあたるものです。つぶらやファンのつぶらやプロの今後の作品や活動についてファンの皆さんにいち早くお伝えしたいという思いで企画いたしました。前回は東京ドームシティホールにお集まりいただきましたが、今回は日本のファンの皆様にはつぶらやイマジネーションから、そして海外のファンの皆様にはウルトラマンコネクションを通じて、配信プラットフォームを通じて全世界のファンの皆様にお届けしております。どうぞ最後までお楽しみください。さて、そもそもつぶらやコンベンションとはというところからお話を始めさせていただきます。つぶらやコンベンションはつぶらやプロの過去、現在、未来をさまざまな角度から楽しんでいただくイベントです。つぶらやプロの作品を愛してくれるファンの皆様はいろいろな楽しみ方をされています。作品のストーリーを楽しむ、ライブショーやヒーロー、キャストとのグリーティングを楽しむ、作品の背景や意義などカルチャーとして掘り下げることを楽しむ、グッズのコレクションを楽しむ、もっともっとたくさんの楽しみ方があると思います。つぶらやコンベンションはつぶらやプロの世界を存分に楽しんでいただく企画をたくさんご用意して、ファンの皆さんにおもてなしをしたいという趣旨でございます。このつぶらやコンベンションを通じて今までファンだった皆様により深いファンになっていただければというふうに思っております。それではいくつかのプロジェクトについてアップデート並びに発表をさせていただきます。まず最初にこちらをご覧ください。もうそろそろおなじみとなりましたでしょうか。ウルトラマンブランドロゴです。すべてのウルトラマン作品、そしてプロジェクトにこのロゴがついていることはすでに皆さんお気づきのことと思います。このブランドロゴのムービングバージョンが完成いたしました。ウルトラマンの光のモチーフが始まりです。そして混沌からの変化、そして融合をイメージしています。このムービングロゴは映像作品やプロモーション映像の前についてまいります。15秒と短いものですが、まずはご覧いただきます。このムービングブランドロゴには私たちの思いがたくさん詰まっています。お見知りおきをいただければ幸いでございます。さて、続きまして今年の5月に発表した長編アニメーション映画ウルトラマンの続報です。この映画はウルトラマンを愛してやまないクリエイターシャノン・ティンドルとジョン・大島が作ります。日本が大好きで日本文化にも造詣が深い2人です。今日は2人からのメッセージが届いております。どうぞご覧ください。続いてご紹介するのはニュージェネレーションウルトラマンの世界をさらに広げるプロジェクトです。
ニュージェネレーションウルトラマンはウルトラマン銀河から続くテレビシリーズです。毎年継続して発表される新作の世界観を、さまざまなストーリー展開を通じてもっともっと楽しんでいただきたいと思っています。こちらの映像をご覧ください。2013年、すべてはここから始まった。なんだあのウルトラマンは。そんな、ニュージェネレーションウルトラマン、歴代ウルトラマンシリーズに敬意を表しつつ一味も二味も違うストーリー、キャラクター設定、特撮、別世界のウルトラマン同士による時空を超えた夢の共演。テレビシリーズをベースとしたそのユニークな世界観はライブイベント、舞台、なんだこの姿は、つぶらやイマジネーション、通称ウルトラサブスクで展開される数々のオリジナルコンテンツなど、さまざまな楽しみ方を提供していきます。つぶらやプロが送るこれからのニュージェネレーションウルトラマンにどうぞご期待ください。ああ、期待してるぜ。俺たちで平和を守り抜こうぜ。信じたりも全て持ってなせ。よし、行くぞ。ご覧いただきましたように、テレビ放送のみならず、つぶらイマジネーションなどの配信などでの長編作品、短編作品、また舞台、小説、コミックと様々なメディアを通じてその世界観をお楽しみいただけるようストーリーを作ってまいります。今回、ご紹介する作品はこちらです。アナザージーン、コミックとして登場します。描いてくれるのはマーベルコミックのウルトラマンでもおなじみになった人気のアーティストユニット、グリヒルさんです。ニュージェネレーションウルトラマンからまずはスタートとしてウルトラマンジードをベースとした展開となります。つぶらやイマジネーションだけで読むことができるオリジナル作品です。12月17日のつぶらやイマジネーションでは本作に関してのグリヒルさんのインタビューも公開されます。どうぞお楽しみに。続いてご紹介するプロジェクトはつぶらやプロの技術開発工房であるつぶらやイマジニアリングから新たな技術を使った新たなエンターテインメントです。まずはつぶらやイマジニアリングをご説明します。60年近く前の創業時からつぶらやプロが目指してきたことは、特撮などの技術を使ってお客様に感動をお届けしたいということです。今もしも創業者のつぶらや英二監督が生きていたら、現在の技術を使ってもっともっと私たちを楽しませてくれたのではないかと思います。遺伝子を継ぐ私たちの新たな挑戦の始まりです。つぶらやイマジニアリング、今から半世紀前、特撮の神様円谷英二は世界最高レベルの技術をもとに現在まで続くウルトラマンシリーズの礎を築きました。その原点に立ち戻り、テクノロジーとクリエイティブを磨き上げ、新たなエンターテインメントを創造したい。今だからこそ実現可能な、まるで作品の世界に入り込んだかのような驚きの体験を求めて、さあ空想の扉を開け未知なる世界へ飛び込もう。ストーリーを歩むのはあなた自身。出会い、心を通わせる感動が特別な時間を紡ぐ。
それは物語につながる新体験。没入型ライブアトラクション Into the Story。今日ご紹介するプロジェクトは Into the Story です。もしも皆さんがあのお話の、つまり作品の中のその場面に居合わせたら、どんなに素晴らしいことでしょう。今回はマルチストーリーの手法をとって展開します。お話の世界はニュージェネレーションウルトラマンです。 Into the Story は今後技術開発により、マルチストーリー以外の技術、ニュージェネレーションウルトラマン以外の作品群からも展開を予定しています。第1弾公演開催決定。ウルトラマントリガー超古代の秘宝、超古代の秘宝をめぐるウルトラマントリガーの新たな物語につながろう。生出演のキャストとのライブコミュニケーション、参加者の投票で変わるインタラクティブなストーリー展開など、新体験が満載。つぶらやイマジネーション会員限定の特別チケットも発売。詳しくは Into the Story 公式サイトをチェック。私のプレゼンテーションの最後になりますが、ヒーロープロジェクトをご紹介します。まだまだコンセプト段階ですが、ファンの皆様には最初にお伝えしたかったプロジェクトです。皆さんにとってヒーローとはどんな存在ですか？仲間を守る、地球を守る、絆を大事にする、弱気を助け、強気をくじく、子供だけでなく大人も、男性も女性も、世界中の人たちが今求めているのがヒーローかもしれません。そんなことを考えながら、全世界のあらゆる世代の人たちが自分にとってのヒーローを考えてみる機会を作ってみたいと思いました。地球上にいる80億人には80億人のヒーローがいて、80億通りのヒーローの考え方があるのだと思います。そしてその考えこそが私たちの未来に希望を投げかけてくれるのではないでしょうか。それではつぶらやプロのヒーロープロジェクトをコンセプト映像をご覧いただきます。My hero is my best friend. 地元の友人、サップの師匠です。息子ですね。バルバキュージネームをヒーロー、嫁のマドカ、エサセリアミマドレ。僕に持ってないものを持ってるって。He taught me a lot of life lessons. 辛かった時に助けてくれたのがお母さん。 Always respect to everyone first. 大切な人が病気だった時に一生懸命助けてくださいました。世界で活躍しててキラキラしてます。これからも楽しく過ごせるなって思える。お父さんありがとう。世界中で私のことを理解して私のことを考えている人。ヒーロー、つぶらやプロダクション。さあ、この後はさらにつぶらやプロの新たな展開を一つ一つご紹介していきます。どうぞお楽しみください。塚越さん、ありがとうございました。つぶらやイマジネーション、そして海外でコネクションライブをご覧いただいている皆様、つぶらやコンベンション2021スペシャルプログラム
をご視聴いただきありがとうございます。司会を務めますウルトラマンマックスでショーン・ホワイト隊員役を演じさせていただきましたショーン・ニクルズです。よろしくお願いします。同じく司会を務めます澤野真希と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日はつぶらやプロダクションの魅力ある作品群のご紹介に加え素敵なゲストにもお越しいただいていますのでぜひ最後までお楽しみください。それでは早速始めてまいりましょう。最初にご紹介するのはただいまをもって情報解禁となるこちらです。光を狙う者たちの出現、超古代文明を崇拝しその力を利用して世界を自分たちの理想郷に作り変えようとしているようだ。時岡隊長、まだ代理だよ。未来を築く希望の光、ウルトラマントリガー。俺に任せときな。お久しぶりです。俺も手伝います。あなたは、あなたもこの星を平和に、みんなを笑顔にしたかったんじゃないですか。違う、光じゃない、トリガーとは何か違う。トリガーエピソード Z、 3月18日つぶらやイマジネーションで独占配信、全国劇場にて同時公開。つぶらやイマジネーションオリジナル映画ウルトラマントリガーエピソード Z です。ただいまご覧いただいた特報映像の通り、とても見応えのありそうな作品ですよね。さてここからはご出演のキャストにご登場いただき本作の魅力を伺ってまいりましょう。それではご登場いただきます。主演真中健吾役、寺坂雷我さん。お願いします。名優夏川春樹役、平野幸秀さん。こんばんは。そして本作のゲスト出演となりますエキスパートチームガッツセレクトの新たな隊長、中村雄一さんです。あ、隊長中村さんようこそお越しくださいました。あら、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、じゃあ、まず、寺坂さんから、皆様に、ちょっとご挨拶一言お願いします。はい、ウルトラマントリガーで主人公真中健吾を演じています寺坂雷我です。もう僕もこの情報を言いたくてたまらなかったので、もうニヤニヤが止まらないんですけど、今日は最後までワクワクしていってください。みんなスマイルスマイル、お願いします。ありがとうございます。じゃあ平野さん。はい、いや今そこ出てきて一発目でスマイルスマイルやってやろうかなと思ったんですけど、大人の方いすぎてちょっと緊張してひよってしまいました。はい、まあまあですね、夏川春樹役の平野幸秀です。おっす、あーす。はい、じゃあ最後に中村さんお願いします。はい、皆様はじめまして、ガッツセレクトの新隊長、時岡隆一役をやらせていただきます、中村雄一です。お願いします。新隊長、あれ中村さん、はい、ありがとうございます。じゃあ早速もう、はい、今日いろんな話を聞きたいと思ってます。はい、じゃあ最初は、この作品と、まあ、ご出演ということ、まあ、決定になったって聞いたときにどういう感想でした？じゃあまず、誰からいきましょうか。誰から、寺坂さんお願いします。はい、いや、 やっぱりめちゃくちゃ嬉しかったですし、この
テレビシリーズを応援してくださる皆さんのおかげだなっていうのはすごく感じたので、皆さん本当にありがとうございます。やだやん。もう一番はそうですね、応援があるからこそ次につながるっていうのがなんかすごくしみじみしちゃったというか、だから本当みんなで喜びましたね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ広野さんいかがですか。はい、僕も最初すごい嬉しくて、またガッツセレクトの皆さんに会えるんだっていう、本当に皆さんいい人たちなんで、それが嬉しかったのと、 Z は劇場版がなかったので、その分ここでしっかりと爪痕残して今後ね、今後 Z の劇場版やってもらうためにも、はい、しっかりと春樹を演じ切ろうと思いました。ありがとうございます。どういたしまして。じゃあでは中村さん。はい、そうですね、もうこの配信を今見られている方、なんで中村雄一がここにいるんだって思われている方が多いと思うんですけれども、はい、中村雄一ウルトラマントリガーに出演するということで、でもね、僕もまだ実感ないんですよ。え、まだですか。なんかね、これね、この、はい、発表会も含めてなんか壮大なドッキリだと思っていて。そんなことある。3月18日に上映や配信されるまで俺はまだドッキリだと思ってる。出演が壮大な、この大人の数でもう今ドッキリ中でしょ。違いますよ、現実ですよ。そんなことね、もう本当にね、歴史あるウルトラマンという作品にこう自分の名前を刻めて、はい、とても幸せです。お願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。まあ結論的に皆さんハッピーですね。あ、ハッピーです。ハッピーです。じゃあもうファンの皆さんも多分この発表でとってもハッピーだと思いますね。はい、いいですね。で、まあでもみんなにとってはちょっと衝撃的でしたよね。なんかこれ映画なんかできたと、どうでした。なんかびっくりって感じでした。いや、でもそんなことなかったんじゃない。どうなんですか。その映画決まった時 に、はい、いや、びっくりが、あ、びっくり、びっくりが大きかったですね。そうですね、僕自身も本当とにかく健吾として演じ切ろうっていう気持ちでやっていたので。びっくり度合いをスマイルスマイルで表してくださいよ。びっくり度合いをスマイルスマイルで表す。はい、そんなことしたことないよ。いやいや悪い。表すと、はい、普段のスマイルスマイルはね、ほらスマイルスマイル普通ぐらいのびっくり度合い、うん、はい、本当の今これ聞いた時のスマイルスマイルスマイル。あ、出た。ちょっとやめません。はるきさん、ありがとうございます。ごめんなさい。さあ、それではこの作品の情報をさらに発表してまいりましょう。作品の顔となるキービジュアルが完成しました。こちらです。うわ、おかっこいい。かっこいいですね。うわ、じゃあちょっと皆さん、まあ出てるんですけど、皆さんの役どころちょっと聞きたいところですね。ちょっとちょっとお話、はい、伺いますか。はい、ありがとうございます。まずウルトラマントリガーの主人公真中健吾、真中健吾は本当にこう明るくて心優しい青年で植物学者なんですけれども、夢がみんなを笑顔にすることなんですね。なので僕自身は物語の中ではそのみんなを笑顔にするためにヒーローとしてこう最後までやりきろうという気持ちではやっていましたね。はいはい、ヒロさんはどうですか。そうですね、ハルキと Z さんはテレビシリーズでも出たんですけど、またそこから年月も経ってますので、より成長した2人を見れると思っております。そして映像でも出たと思うんですけど、 Z さんが目がねちょっと赤くなってたんで、何あれはどうしたのかなっていうのをちょっと見どころとして楽しみにしておいてください。ちょこちょこ出すね。はい、出す。はい、では中村さん。はい、そうですね、僕はガッツセレクトの新しい隊長として隊長、はい、出演させていただくんですけれども、辰巳隊長は、はい、こう隊長すごい隊長らしいじゃないですか、うん、こ う, う、ね、ザ隊長男よよ隊長みたいな隊長なんですけれども見てるかな、見しめだね、はい、でもちょっと僕のその徒競家隊長はなんか性格がどちらかというとこうなんか柔らかい感じで、こう健吾を呼ぶんだったら健吾くん健吾くんみたいな、はい、ちょっとなんかこう接しやすい隊長をやってます。でポスタービジュアルを見ていただく通り、すっごく大きい武器を持ってます。本当だ、自分と同じぐらいの大きさの武器を、はい、主に大きな武器を、はい、
戦ったりしました。はい、まあ全然悪い意味じゃないんですけど、はい、あのちょっとさテレビシリーズのすごいリーダー、先ほど言った通り、はい、あの辰巳隊長、はいはい、もうそのチームもすごいリードをいつもやってて、はい、うまく、ただ辰巳隊長どうなるんですか、ね、なんかすごい聞きたいと思うんですね、辰巳隊長はですね、え、ねえ、いやねえ、言えないですね、それだけですか、ねえ、ちょっとね、ちょっと今はね、それは見てからのね、そうですね、お楽しみね、お楽しみね、お楽しみということですね、すごい探るんですね、ダメですよ、ありがとうございます。ではではでは、じゃあ次に、ただなんか彼ちょっと顔が少しだけ怪しかったんじゃないですか、なんかさっきの辰巳隊長の顔が、ね、実は辰巳隊長、いやダメですよ、あ、ダメなんですか、言っちゃ絶対ダメですよ、あ、ダメか、いやいやいやまだダメか、いやいやいや、分かった本当に楽しみだっていう、はいはい、お願いします、びっくりした今じゃあ、あともう一つすごい面白いこと僕聞いたんですけど、寺坂さんはこの作品の主題歌も担当されてたんですか、はい、そうなんです、現在も放送しているウルトラマントリガーのエンディングもやらせていただいていて、それがあの11月24日に発売された僕健吾と、豊田ルナさん演じるユナ、はい、そして金子俊也さん演じるアキトの3人で歌った明日見る者たちという、歌の CD が24日に出て11月24日に出てるんですけれども、そのカップリング曲、うん、ビリーバーというのが主題歌になっておりまして、すごく爽快で明るい歌なので、いや楽しい、もう本当にテレビシリーズと同じようにチームワークが溢れてますね、抜群なんですよ、ね、歌でもそれをぜひ感じてほしいので、すごいですね、今からも聴いてください、はい、公開が楽しみです、はい、はいはい、気になる本作は来年2022年3月18日金曜日に公開となります。今ご覧いただいているウルトラサブスクつぶらやイマジネーションでの独占配信です。プレミアムプラン、スタンダードプラン、いずれかの有料会員様は見放題、無料お試し会員の方も別料金でご視聴いただくことが可能です、はい、そしてさらに同日3月18日金曜日に全国劇場のスクリーンでも同時公開となります。このあと12月14日0時からお得なムビチケオンライン券も発売開始となります。ムビチケの親子ペア前売り券ご購入のお客様には、東京ドームシティプリズムホールで12月25日開幕のイベントウルトラヒーローズエクスポ2022ニューイヤーフェスティバル会場内で受けられる特別前売り特典もございます。詳しくはこの発表会終了後のニュースでご確認ください、はい、わー、というわけでつぶらやイマジネーションオリジナル映画ウルトラマントリガーエピソード Z はオンラインでも映画館でもお楽しみいただける、はい、トリガー完結編と言っていいですか、この映画が完結編でいいですかね、でもいいんじゃないですかね、はいはいはい、まずは見ていただきたいですね、怪しいなんか、まあ、テレビシリーズもいよいよ最終回ですので、はい、じゃテレビシリーズ見ながらもうこの映画も楽しみも同時に、同時進行ということで、皆さんお楽しみしてください、はい、はい、それではここでプレスの皆様に向けてのフォトセッションのお時間をいただきます。ありゃ、お、なんか出ましたね、じゃあ寺坂さん、平野さん、はい、せっかくですので変身ポーズお願いしていいですか、どうしますか、どうします、やりましょうよ、じゃあしかないですか、はい、大丈夫です、お願いします、はい、いきます、ウルトラマントリガーマルチタイプブートアップゼペリア、未来を聞く魔の光、ご唱和ください、我の名をウルトラマンデーッ、マルチタイプ、なんとウルトラマントリガー、そしてウルトラマン Z も
この発表に来てくれたんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてあの今回のフォトセッションに欠かせないもう一人のあの巨人も登場です。令和版ティガとしてさまざまなセルフオマージュを展開してきたテレビシリーズウルトラマントリガーニュージェネレーションティガについにあの伝説の影の巨人がよみがえります。25年前ティガと繰り広げたあの激闘が今スケールアップした新たなる戦いの物語として令和の世にその息吹を吹き返します。イービルティガの影を継ぐ最悪の巨人イービルトリガー、ここに初見参です。最後に作品を楽しみにしているファンの皆さんにメッセージをお願いします。寺坂さんからお願いします。はい、皆さんいつも応援してくださって本当にありがとうございます。エピソード Z 絶対に期待に応えられるものになっていると思います。希望の光の皆さん一緒に戦ってください。お願いします。ありがとうございました。では平野さんお願いします。はい、皆さんいつも応援ありがとうございます。そしてこの作品本当に健吾君とトリガーさん、そしてハルキと Z さんかっこよく仕上がってると思います。そして皆さんがたくさんこれを見てくれて応援してくれればこの先ね Z のね劇場版もねあるかもしれないからね、狙ってるね。それをね楽しみにたくさん応援してください。チェスト、ありがとうございます。ありがとうございました。では最後に中村さんお願いします。はい、そうですね、あの座長の素敵な寺坂君や、キャストの皆さん、スタッフの皆さん、関係者の皆さんが長い期間をかけて大切に育てた作品の集大成をぜひ、見ていただけたらと思います。映画館で上映が始まったら僕も、ここに新隊長って名札をつけて劇場に行きたいと思うのでぜひ見かけたら声をかけてください。お願いします。本当ですか？行きますよ、絶対行きますよ。ありがとうございました。ありがとうございました。ウルトラマントリガーエピソード Z の続報、今後の展開にぜひご期待ください。寺坂さん、平野さん、中村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。僕たちも行きましょう。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。続いての作品紹介に参ります。まずはこちらをご覧ください。俺が。私が。僕が。俺たちがウルトラマンだ。アニメウルトラマンシーズン2です。原作清水栄一、下口智弘による大ヒット漫画がアニメ化し、2019年にネットフリックスで公開されてから国内外で数々の賞を受賞した本作のシーズン2がいよいよ登場です。本日はゲストにお越しいただいていますのでご登場いただきましょう。本作の主人公早田進次郎を演じる木村良平さんです。木村さん、ようこそお越しくださいました。はい、皆さんこんにちは、早田進次郎役の木村良平です。今日よろしくお願いします。お願いします。ファンの皆さんすごい待ってて、シーズン2がやっと決定ということで発表しましたね、はい、で本日なんかスペシャルな最新情報があるということで聞きましたけど、そうなんですよ、ちょっと皆さんにちょっと伝えていただけますか。はい、よろしいですか。いろいろ発表がありますが、そうなんですよ、初解禁となるキービジュアルが発表できるということで、ご覧ください、こちらです、ドン。
イエーイ。かっこいいです。かっこいいでしょ。かっこいいでしょ。まあ、今回やっぱりウルトラマンタッチっていうのが一番のなんていうか売りというか見せ場というかなので、このアクション性のあるキービジュアルが出せるのはすごい嬉しいですね。はいはい、ありがとうございます。アニメウルトラマンシーズン2は2022年4月ネットフリックスにて全世界配信となります。どうぞご期待ください。さてここで神山監督、荒牧監督からのビデオコメントをいただいていますので、そちらをご覧いただきましょう。ウルトラマンの監督を務めております神山健二です。シーズン2今制作中ですけれども、前回にも増してですね、ものすごく面白くなってると思います。アクションも増えてますし、ウルトラマンの新しい仲間たちが次々と登場してですね、息もつかない展開になってるんじゃないかなと自負しております。ぜひ楽しみにしてください。アニメウルトラマンの、監督をやっております荒牧です。ですね、ついにシーズン2が、皆さんに届けられる運びとなりました。今現在、みんなでスタッフ一同、一丸となって頑張っております。もう少しです。ですね、今回のシーズン2はですね、あのジャック、エース、ウルトラマン、シンジロー、それにゾフィーですね、あとついに現れたウルトラマン太郎、東光太郎というですね、個性豊かな、6人のウルトラマンがついに集結して、すごいアクションを展開する、すごいシリーズとなっております。皆さん、来年の春ついにお届けできますので、期待して楽しみにしてください。よろしくお願いします。さあ、どんなドラマが展開されるでしょうか。楽しみですね。ありがとうございます。はい、じゃあ、今回木村さんはもういわゆるウルトラマンの息子、早田慎二郎を中心にウルトラ今回6戦士が出ますね。はい、もうすごいスケールが拡大で、もう宇宙まで、要は強敵の登場、多分皆さん気になっていると思うんですけど、強敵も皆さんと同じようにビッグになりましたか。だって6人もいますからね、大抵の相手には勝てちゃいますからね。そうですよね。先ほどここでご活躍なさってた方も3人でしょ。6人ですからね。もう敵ももちろん強くないといけないんですけれども、まあ、今回登場するその敵をねご紹介したい新キャラクターです。こちらもどうぞ。はいはい、人類消失事件を起こし全世界を恐怖に陥れる異星人テロ集団暗黒の星の首謀者であるペダント星人。ペダント星人を演じるのは諏訪部純一さんです。すごい、もうペダント星人はもうアフレコはもう終わってるんですよね。終わってます、はい。まあ、その時諏訪部さんとの、一緒にそのアフレコと一緒に撮影とかありましたか。ね、現場では、まあ、すれ違ったりとかしたんですけど一緒に撮ってはいないんですが、ただ聞きながら、諏訪部さんのボイスを聞きながらはやりました。だからなんかアフレコの時のなんかちょっと裏話とかなんかありますか。まあ、もちろん僕も最初はその誰が演じるのかとか知らないわけじゃないですか。だけど現場に行って諏訪部さんだっての台本もらって知って、あーなるほど、悪い声を当てる人がついたなと思って現場に行ったら、やっぱりね、いやちょこれはねなかなかね言葉では説明できないんですけどね、腹立ちますよ本当に。倒してくれと思ってもらえる。ただやっぱりそのただ子憎たらしいっていうだけじゃなくて、やっぱりこのキャラクターがもともと持ってる性質、そして諏訪部さんがそこに芝居を乗っけることでやっぱり圧力といいますか、強さ、あこれは強敵だなっていう感じも正直あります、はい、すごく、はい。まあでもさすが早田慎二郎の成長も僕一番楽しみしているところですね。ありがとうございます。はい、さらに4月には本作の大型イベントの開催も決定とのことで、こちらの詳細の発表もお楽しみにお待ちください。本日はサプライズゲストにもお越しいただいています。ウルトラマンとセブンの登場です。
そしてさらに今回初お披露目となりますエースにもご登場いただきましょう。木村さん、ちょっと聞きたいんですけど、もう世界初エーススーツが登場ですね。俺も初めて見ましたもん、ね、いかがでしょうか。かっこいいじゃない。ちょっとちょっとかっこいい。あとやっぱり3人揃うと迫力がね、もう圧巻ですね。いや、木村さん、最後に作品を楽しみにしているファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、まずは本当にお待たせいたしました、ね、というか僕もね、多分僕らもみんな待ちに待ったシーズン2なんですけれども、先ほどね、あんまりこう強い言葉を使わない監督たちが本当にいいものができているっておっしゃってるのを見て、僕も収録中から感じてた、あ、これ面白くなるぞって思ってた予感がなんか形になっているんだなというのを感じました。聞くところによると、まあ、年末というのも相まってね、本当に今現場は大変なことになってるらしいんですけれども、きっと今皆さんがね、楽しみだってこの宣伝というかね、僕このステージを見て楽しみだと思っていただけたら、それがきっと彼らのものすごい力になると思いますので、どうぞシーズン2、ワクワクしながらお待ちいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。改めまして、アニメウルトラマンシーズン2は2022年4月ネットフリックスにて全世界配信となります。どうぞご期待ください。木村さん、そしてウルトラマン7エース、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、続いての作品紹介です。まずはこちらをご覧ください。グリッドマンダイナゼノン完全新作の劇場版の制作が決定いたしました。本日はアニメグリッドマンダイナゼノンから引き続き監督を務められる雨宮明監督にお越しいただいております。監督、本日よろしくお願いします。いたします。まず一言ご挨拶、はい、グリッドマンダイナゼノンに引き続き、監督を務めさせていただきます、雨宮明です。この記念すべきつぶらやコンベンション2回も、読んでいただきありがとうございます。ありがとうございます。さあ、先ほどの映像にもありましたが、ティザービジュアルも解禁となりましたので、改めてご覧いただきましょう。こちらです。うわ、すごいですね。グリッドマンとダイナレックスが一緒に登場するんですか。もう狙うとすごいかっこいいですよね。ありがとうございます。この並び立ちを、やりたくてですね、ちょっとグリッドマンにはちょっとお休みしていただいたんですけど、ようやく、並んでいただくことができました。あと今回、テレビアニメシリーズと今回の映画のスタッフがみんな
同じっていうことを聞きました。そうですね、もう期待高めますね。またあのスタッフもそれぞれ皆さん忙しいんですけど、なんとかこう足並みを揃えて、再結集とか再結集になるんですけども、この、ね、タイミングの調整とかが、ね、なかなか難しかったんですけど、皆さんは、みんな頑張ってやってもらっています。そうですね、だって2018年グリッドマン、で、今年2021年に、ダイナゼノン、はい、で今回映画。そうですね、こういう展開振り返ってみるとどういう気持ちですか？いや、ちょっと僕もびっくりはしてるんですけども、まあ元々アニメのグリッドマンが出た時にそのワンシリーズで僕も終わりかなと思ってたんですけども、また第2弾とオファーがいただいたりとか、今回劇場版になったりとかっていうのはやっぱりなんですかね、ファンの方々のなんかご声援ありきの、シリーズだったなと思うので、そういった期待には応えれるような劇場版にはもちろんしたいと思いますね。そうですよね、まあ、その劇場版というと、まあ、初めてだからテレビと劇場版と比べて何か意識してましたか？あ、映画としてです。そうですね、そうですね、基本は同じスタッフでとか今までやってくれたスタッフとかと、一緒にやれるので、あまり、今までついてきてくれたお客さんを考えるとやっぱり、同じような感じにはなるかとは思うんですけども、それを、求めてくれる人には、なんですかね、極力応えれるような劇場版になるとは思いますね。ちょっとまだまだ先になってしまうんで、またお待たせしてしまうんですけども、ちょっと楽しみに待っていただけたら、ありがとうございます。もう本当に今回お楽しみですね。はい、さてここで本日はさらにスペシャルゲストにもお越しいただいていますので、ご登場いただきましょう。グリッドマンとダイナゼノンがこの会場に来てくれましたよね。大きいですね、はい。まあ、実はこの2体が今日並ぶ初めてということで聞きましたが、本当ですか？そうですね、もうこの並びをやりたくてちょっと皆様にちょっと待っていただいた形ではありますので、迫力ありますね、もう本当にすごいですよ。アメビア監督、ファンの皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、劇場版ということで、皆様の、応援のもとやりたいと思うんですけども、僕から、応援するコツみたいなものを一つ、お知らせしたいと思います。もし、これ劇場、公開しましたら初日ないし最初の土日に見てください。これが一番の応援になります。何卒よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。グリッドマンユニバース新展開、グリッドマンダイナゼノン完全新作の劇場版についての発表でした。今後の展開にご期待ください。雨宮監督、そしてグリッドマンダイナゼノン、ありがとうございました。ありがとうございました。続いてご紹介するのは、つぶらやプロダクション東映アニメーションによるオリジナルアニメ怪獣デコートです。まずはこちらをご覧ください。2019年に公開されたこちらの PV、 眉をモチーフにしたミステリアスな内容でした。
怪獣と少女の物語をテーマに、円谷怪獣の新しい魅力を描く本作の最新情報をプロデューサーの2人に伺っていきたいと思います。ご登場いただきましょう。東映アニメーション株式会社、野口光一さん。円谷プロダクション制作本部長、恩田雅宏さんです。あれ、すいません、待ってられないんですけど、野口さん、今のその身につけてるものはちゃん見えて、危ないですよ、大丈夫ですか、見えてますか？ちゃんと見えてますというか、まあ、ご存知の方もいるかと思いますけども、これオキュラスクエスト2という VR のヘッドセットマウントです。なるほど、なるほど。じゃあ今その中にその映ってる映像は VR で見えてる。そうですね、今回怪獣デコードで、まあ、2009年に発表しましたけども、 VR アニメーションと短編の本編を2つ作りました。でこの VR アニメーションなんですけども、海外の映画祭に出してですね、3つの映画祭にセレクトされて先行で上映がすることができました。すごいですね。そうですね、おかげさまでこの何でしょうね、世界でコロナ禍においてなんとかですね、いろんな国で見ていただくことができ、結構深い設定なんですけども、それを組んでいただいて賞をいただけたということは本当に嬉しい限りです。いやー、すごいです。もう僕もちょっと体験してみたいですね。皆さんもそうですよね。そのはなんか VR がなかなかないですもんね。もうすごい。これ貸しましょうか。はい、そうですね。後でしましょう。実際にこれホームページ行ってもらってですね、そこにクエストのストアに行く飛ぶサイトがありますので、ぜひ行ってもらってですね、これ無料で、展開してますので、ぜひクエスト持ってる方はぜひ体験してもらえればと思います。楽しみです。僕も。さて、気になる本編ですが、各国の賞を受賞されているそうですね。世界9つのコンテストにセレクトされ、4つの賞を受賞されたことについてのお話を伺えますか、野口さん。はい、本編の方はですね、8分のショートフィルムとなってまして、まあ、この作品は海外に向けて作ろう、円谷と東アニメーションで海外に向けて作ろうということで作りました。それでまずは映画祭に出してですね、どういう反響があるかなと思いまして出したところ、9つの映画祭にセレクトされて4つの賞を取ることができました。まあ、アトランタとかですね、アトランタアニメーション賞とか、パリでは監督賞とか取ることができて非常に嬉しい限りです。いや、すごいですね。アトランタのサイエンスフィクションフィルムフェスティバルですよね。そうですね、すごい有名ですよね。はい、そうですね、ちょっと難しい SF を狙ってですね作ったんですけども、意外と日本よりも海外の方が受けたって感じですよね、小田さん。そうですね、先ほど申し上げましたけど、本当に結構深い設定であり、この物語自体が VR の世界であるとかメタバースの世界、そういったもの自体が物語の根幹に関わっている、そういった設定でできている中、本当によく理解していただいて楽しんでいただけて嬉しい限りです。すごいですね。じゃあ、そのフェスティバルで、まあ、ファンの皆さんの反響とか、なんか直接話せました？コロナ禍ですね、本当行きたかったんですけども、なかなか行くことができなくて、リモートで開催とかですね、僕も初めてチャット、クラブハウスかな、あれで、インタビューを受けたりして、直接海外の反響を受けたんですけども、非常にSF に増資が深いというかですね、こうどういう作品なんだとか、あれはどうなってるんだとか、深い会話ができたのは、なんか日本に行っててもできたので非常に良かったですね。あ、こういう反応があるんだなということを受け取れました。すごい、もう各国からもうすごい期待の声があるということで、まあ、僕もこれをもう本当にお楽しみしてますね。はい、そして本日は新たなビジュアルを発表していただけるとのことですので、恩田さんから発表をお願いできますか。はい、今ご覧いただきますのは、2019年前回のつぶこんの際にですね発表しました怪獣使いの少女、ミル、彼女に続くですね第2のキャラクター、怪獣、ウークです。
あのこのウーク、あの恩田さんが名付け親です。そうですね、まあ、名付けさせてもらいました。名前の意味があるので、ちょっとそれをはい、これ実はですね、まあいろいろあってですね、琉球語、沖縄の、言葉からいただきました。でウークという名前をつけてですね、怪獣使いの少女と、怪獣自体があの心を通わせていく、そういったところから物語が進んでいきます。ぜひお楽しみください。はい、ありがとうございます。どのようなアニメーションで描かれているのか皆さん気になりますよね。本編のダイジェスト映像を国内初凱旋公開いたします。こちらをご覧ください。すごいですね。もう映像ももちろんなんですけど、あの今僕気になったのは音楽もすごいインパクトありますね。それ気になっているところですか？あの、まあ、こだわってあの映像というか音楽も作ってますので、あのその辺は本当に今回海外目指してということで、日本だけじゃなくてサンフランシスコのクリエーターとか、ロサンゼルスのクリエーターさんとか、音楽はまあ山梨の方に作ってもらったりとか、制作が北海道だったりとか、世界で作ってるので、ぜひあのお楽しみいただけたらなと思います。いやすごいかっこよかった。本編本当にすごく楽しみしてます。ありがとうございます。よろしくお願いします。こちらの映像は本プログラム終了時からつぶらやイマジネーションのスタンダードプランおよびプレミアムプランにて配信を開始しますので、ぜひご覧ください。最後になりますが、作品を楽しみにしているファンの皆さんにメッセージをお願いいたします。よろしくお願いいたします。あのこの怪獣レコードプロジェクトというのはですね、今回の VR アニメーションとあの本編の短編アニメーションだけじゃなくて、今次の展開を準備してますので、ぜひそれを楽しみにしていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。そうですね、怪獣レコードに出てくる怪獣はつぶらやの、怪獣にとっても新たな怪獣です。デジタルと自然とが融合して生み出される新たな怪獣にぜひご期待ください。ありがとうございます。ありがとうございます。怪獣レコードの今後の展開にぜひご期待ください。野口さん、恩田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。最後にご紹介するのはファン待望のこちらの作品です。まずはこちらの映像をご覧ください。映画シン・ウルトラマンの公開日がついに決定いたしました。ここからはゲストの方をお呼びしまして、本編についてお話を伺ってまいります。早速ゲストにご登場いただきましょう。まずはシン・ウルトラマンの監督を務めます樋口真嗣監督。ようこそお越しくださいました。そして本作の主人公でありウルトラマンになる男を演じます斉藤工さんです。斉藤さんも本日よろしくお願いします。お願いいたします。
まあ、早速です。まず、一言のご挨拶をお願いします。監督からお願いします。すごい眩しくてよく見えないんですけど、いっぱい今日お客さんが見えてらっしゃるんですかね。本日はお集まりいただきありがとうございます。そしてなんかパソコンとかスマホとかの前にお集まりの皆様ありがとうございます。よろしくお願いします。樋口と申します。ウルトラマンになる男、2年前もね監督と、粒コーンで発表して、その間に、まあ、パンデミックだったりいろんなことがあったんですけど、今日こうやって公開日を発表できることをとても嬉しく思います。本日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ついに映画の公開日2022年5月13日に決まりましたね。多分それ言わないとおそらくさっき またこの予告かよっていう特報かよっていうのを見せられて、はい、なんとなくみん なんかスルーしてたんですけど、実は一番最後のカットだけ日付が入ってるんですよね。そうですね、はい、はい、じゃあフォローしていただけると。いやいや大丈夫です、全然。お二人を聞きたいんですけど、もうこれ発表して、もう5月までどういう気持ちですか？多分僕は本当に気長に待ってるんですけど、ね、監督は多分その間いろんな作業がさらにあるのかなと。一番忙しいですね、はいはい、まあ、この日までにやれっていうふうに、まあ、突きつけ合い口を突きつけられた感じですかね。まあ、っていうのは今の制作状況と言えるところまでどういうところですか？はい、多くの人が本当によく会う人になんか同情されるんですよね。いろんな映画が多分そうなってたと思うんですけど、コロナのせいで塩漬けっていうんですか、完成してるのに公開できない映画っていう枠に入れられちゃってるんですけど、それは大きな誤解であることをここで申し上げたいと思います。まあ、なぜかという理由はこれからご説明いたしますが、まだできてません。あら、まだ作ってます、はい、まだまだ作ってるんです。これがやってもやっても終わらないんです、はい、ねえ、5月13日まで終わってください、はい、そうです、はい、なので、はい、5月13日までに完成させなきゃいけないっていう、今もうあれですよね、これ以上やるなっていう、ちょっと思いきましたか、はいはい、なんかできればここから逃げ出し、ぜひよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。制作されている皆さんの熱意を感じますね。公開が楽しみです。さて樋口監督、ファンの中で話題となっていたこちらについても伺えますか？はい、今年の1月に出てきたティーザーポスターですか？1月ですからね、はい、もう11ヶ月これだけで引っ張ってるっていう、ね、もう本当申し訳ないですもん。ちょっとまあ謎々のアイテム、まあ、謎々ですかね、はい、まあ、謎というかちょっと多分ファンの皆さんちょっとすごい興味津々ですね、これは、ね、まあ、言えるところまでちょっと説明していただけるでしょうか？ね、そうですね、まあ、真ん中にある棒みたいなやつですか？そうですね、まあ、困った時に使うといい棒なんですけど、ああ、うん、箸とか、まあ、意外と便利、まあ、1本なんでね、2本あったら箸、ね、ちょっと太いですからね。まあ名前は言っていいらしい。すごいね、もう言っていいこといけないことがあるんで今すごい緊張してる。厳重に注意されましたね、もうこれは言うな、僕生み出すから、生み出して、全部言わないでください、全部振りますからね、もう、OK、 そうです、ベータカプセル、これ言っちゃっていいんですよ、ベータカプセル、はい、まあ困った時にで他の2つあるんですけど、隣にあるぐしゃぐしゃっとしてるやつは紐ですね。紐まあ、ドッグタグ的な、ドッグタグです、まあ、ドッグタグですね、はい、で書いてある名前が、神永真嗣って書いてあります、はい、まあ、これは斉藤さんの役名というか、ね、今の言っていいこの部分は、唯一ぐらい OK が出ました、はい、そこだけは、はい、そこだけは、はい、何のドッグタグとか言っちゃいけないんです、あ、そうですね、はい、でもう一つの下の方の左側にあるもの、あれはなん胸につけてるマークですねなんか妙な並び方してるんですか？それなんか関係あるんですか？なんか考えてあえてこういう並び方しましたか？そうですね、かっこいい感じに、いや、かっこいいですよ、はいはい、いい感じに並べたらこうなったそうですよね、ものすごい並べ替えがいっぱいありましたから、じゃあこれ言っていいですかね、はい、この3つとも全部
斉藤さんのためのアイテムですか？そうですね、あ、言ってしまえば神永真司なりきりセットですね、これ。はい、これがあれば、これがあればどなたでも、はい、なりきれると、セットです。じゃあ、まあ英語の中にこれ全部持ってるっていうことか、つけてるっていうか。そうですね、そうですね、はい。あ、なるほど、やっぱそうでしたね、はい。まあ多分思った通りだと思います。なるほど、思った通りのことだと思います、はいはいはい。でもいいティーザーですね、こういう、ね、こういうマーケティングの仕方も。そうですね、少しずつ明らかになっていくという。そうです、ね、またあのシンジというね、ちょっと特殊な、うん、まあ樋口さんの名前もそうですけど、あのとても意味のある僕はお名前だと思ってますんで、やっと僕もウルトラマンになる男から出せるというか、人格を持って、人格、はい、名前を名乗れるようになったので少し楽になります、はい、よかった。ありがとうございます。本日はさらにこのつぶらやコンベンションのために初解禁となる新たな予告映像がございます。こちらをご覧ください。あれあれ、ちょっと待ってください。すいません、 あのポーズとあのビームみたいなやつはもしかしてあれですかと思ったんですけど、はい、と思ったんですけど、こいつが最初にいたら全然、はい、驚きないですよ。そうですね、もしかして斉藤さん初めてですか、今の映像。今見たのは初めてですけど、はい、どうですか。そうですね、18秒の映像短いなとは思ったんですけど、短いですよね、はい、ここからまた さらにこうちょっとね出し惜しみなのかなっていう感じはしますけど、でもねあの18秒からさまざまなこう、まあ、情報というかヒントを嗅ぎ取って紐解いてくれる方もたくさんいるんじゃないかなと思うんで、はいはいはい、特にね光線出てたものに関してはかなりこう大きな、ヒントというかですよ、ね、になるんじゃないかなと思います。すから始まる光線で終わるものですか、はっきり言うと。言ってください、もしあれだったあーダメだ、ま、いやでも、まあまあ、そう見ての通りですよ私が何かを言う前に多分皆さんそうじゃないかなと思うじゃん。まあそうですね、そうですね、まあそれより説明するところはもうないです、もうそこで言い切って、はい、あ、まあ、でもやっぱりあれですよ、最初にこれ出しちゃったらなんかちょっとあれでしたね。そうですね、順番って大事だなと思って、ね、はい、本当にそう、はい、まあ、出すだから全然今あ反省しますはい、まあまあお二人の話を伺うと、ここいや本当になんかちょっと違ったの見方しました、ありがとうございました。でもございます。さてここで本日の公開日決定を記念いたしまして、さらにゲストにお越しいただいていますのでご登場いただきましょう。初代ウルトラマンスーツアクターの古谷敏さんです。敏さんよろしくお願いします。初代スーツアクターをやりました古谷敏でございます。今日は大勢お集まりいただきまして、突然この席に呼ばれました、ありがとうございます。ありがとうございます。55年経ちました、僕を含めて現場では汗と涙と血と改めて見ますとウルトラ愛の強いスタッフさんとかキャストがいっぱいいました、今度の新ウルトラマンもそういう愛と夢と希望を持たせてくれる作品になっていると思います、心から嬉しく思います。どうもありがとうございました。いやありがとうございます、はい、
さて残念ですがお時間となりました。最後にファンの皆さんに樋口監督と斉藤さんからメッセージをお願いいたします。樋口監督お願いいたします。はい、いや本当にお待たせして申し訳ありませんが、お待たせした甲斐のあるものに多分今なるべく頑張っております。今日もこうしている間も本当多くの CG スタッフ、他仕上げに関わる多くのスタッフがですね働いております。年末年始も多分このままでいくとなくなる、お餅どうしようか、そんな話がそろそろ出ております。それでも僕らは作り続けなければならないのです。なぜならば5月13日に皆さんに見ていただくためでございます。そのために、私も心を鬼にして頑張っていきたいなと思っております。私が頑張れば頑張るほど皆さんが苦しむ、それは分かっております。分かっているけどやめられないのがこの仕事の罪深いところでございます。本当に僕らやっぱ古谷敏さんの素晴らしいお仕事を見て育ってきた以上はやはり次の世代に同じような被害者を生み出し続けなければいけないと思っております。すみません、被害者で、もう感謝しております。ありがとうございました。では斉藤さんお願いします。はい、2年前に、確か樋口監督と2001年公開っていうなんかプラカードみたいなのを持った記憶があるんですけど、そこからさらにパンデミックを経て進化し続けてる新ウルトラマン、もう俳優部としてはなかなか関われることはないんですけど、どこか僕の中でもこの作品に関してはクランクアップして終わりではなく、どこかずっとその共存し続けている感覚はあります。それが来年の5月に皆さんにお届けできるということを本当に光栄に思ってますし、監督もおっしゃってましたけど、ビンさんだったり初代ウルトラマンという歴史を作って創造してくださった方たちへの大いなるリスペクトを込めた現場でしたし、そういった作品になると思います。今の時代に必要なものになると思いますので、もうしばしお待ちいただけたらと思います。本日ありがとうございます。ありがとうございました。映画新ウルトラマンの公開をどうぞお楽しみに。樋口監督、斉藤工さん、古谷敏さん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちまして、つぶらやコンベンション2021スペシャルプログラムを終了とさせていただきます。本日たくさんの方にアクセスいただきまして、つぶらやイマジネーションでの視聴がしにくくなる通信障害が発生いたしました。ご利用の皆様にご不便をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。なお本日の模様は12月17日金曜日19時夜7時よりつぶらやイマジネーションにて全編配信、 YouTube ウルトラマン公式チャンネルでは編集版を配信いたします。ぜひこちらもお楽しみください。今後もつぶらやプロダクションの作品にどうぞご期待ください。本日はご視聴いただき誠にありがとうございました。ありがとうございました。